エアコンから出てくる空気は室外から入ってきているのではなく、もちろん内部で作られているわけでもありません。ただ室内の空気がエアコン上部などから入って出て行っているだけです。ではどうして冷たい風や暖かい風が出るのでしょうか。まずは冷房から説明します。冷たいアイスを触ると手も冷たくなりますよね。これと同じ原理で、室内機と呼ばれる装置の中を冷媒と呼ばれる冷たいものが流れていて、そこの間を空気が通るため冷えて出てきているのです。しかし冷たいアイスを触ると手は冷たくなる一方、アイスは手の熱で温かくなってしまいますよね。室内機の中を流れている冷たいものも空気を冷やすと自分は温かくなってしまいます。これでは継続して空気を冷たくすることはできません。そこで温かくなってしまった冷媒は屋外に設置される装置の室外機に運ばれ、扇風機のようにファンを回すことで熱を逃がします。冷たくなった冷媒はまた室内機に戻って空気を冷やします。エアコンというと室内機のイメージが強いですが、室外機とセットで動く家電です。これが大まかな流れですが、実際にはもう少し高度な技術が使われています。スプレー缶を噴射した後は缶が冷たくなります。これはスプレー缶内部の物質が外に出ることで内部の圧力が減少して温度が下がるからです。これと同じ原理で減圧器で冷媒の圧力を下げ温度を低くしています。またお風呂上がりに肌寒いと感じるのは、水滴が蒸発するときに肌から体温を吸収するためです。これと同じ原理で室内機では冷媒が液体から気体になることで周りの熱を吸収します。すると室内の空気をより効率的に冷やすことができます。空気を冷やすことで温まってしまった冷媒は室外機で気体から液体になるほど加圧して温度を高くします。するとより効率的に熱を逃がすことができます。その後再度減圧され冷たくなり室内機に戻ります。エアコンはこれを繰り返しています。暖房の場合は冷房の動きを逆にするだけです。まとめです。冷房は室内の空気を冷たい冷媒の間を通して冷たくしています。温まった冷媒は室外機で熱を放出し室内機に戻ってきます。